ポートンに来たら、ぜひ来てほしいところがここなんですけども、ここは実は全部が、コーヒーショップになっているストリートなんです。本当に1、2、3、もう10軒以上のお店が並んでるんですけども、全てのお店が違うスタイルで、経営しています。こちら、かくれんぼという名前のカフェなんですけども、名前から言ってすごい可愛いんですけども、こんなデザートがあるんですか。すごい可愛いデザートが並んでますけども、早速中に入って頼んでみたいと思います。こんにちは。これは何なんですか。皆さん、ここにも猫が一匹います。今日やっぱりちょっと今日寒いので中で暖を取って寝てるんですけども、本当に気持ちよさそうに寝ていて、全然この猫ちゃんも起きないですね。あ、こっちにもいますね。本当にどこを見ても猫がいっぱいなんですけども、結構疲れちゃってもう本当に、休みたいんですけども、まあ本当にね、ここ写真を撮りながらデザートを食べてるんですね。僕も早速食べてみたいんですけども、どんなデザートが出てくるか楽しみです。にゃーん、じゃじゃーん、見てください、こんなに可愛い、猫のアフタヌーンティーです。こちらのお店の特徴は、猫をモチーフにしたスイーツがたくさんなんですけども、まずこちらからブラウニーなんですけども、その上に猫の生クリームで作った猫が乗ってます。で、こちらには足のチョコレートがありますし、こちらは、レモンパウンドケーキなんですけども、本当にこちらも、立体的に作られてます。それとこちらシュークリームですね、これも猫のスタイルになってます。それとこちらもマドレーヌなんですけども、猫の足型になってます。本当にどれも猫のモチーフにした、スイーツばかりなんですけども、早速いただいてみたいと思うんですけど、すごい甘いのかなと思っていたら、ちょうど甘さも控えめで、なんかみんなに多分好かれるようなちょうど甘さになってますけども、シュークリームがちょっと、なんていうか、皮が周りがサクサクで中がふんわりしているので、すごい美味しいです。じゃあ続いてこちらのブラウニーの方もいただいてみたいと思います。いや、これも本当に甘さ控えめで、多分誰でも好きな味だと思うんですけども、皆さんここ来ていただくと分かるかと思うんですが、本当に大きな町なんですね。しかも結構坂があったりするので、結構本当に皆さん疲れた時にはこちらに来て、休んでいただくのがいいかと思うんですけども、本当にね、休むだけじゃなく、こういった可愛いスイーツが食べられて疲れた時には、こちらに来て猫と遊びながら午後のひとときを過ごしてください。皆さん、ホートンの街を、見回った後に、最後何か もう一つ何か足りないかなと思った、方もいらっしゃると思いますが、実はここでお土産が買えるんです。見てください。ちょっとここで特別なのはこちら、木製のものがあるんですけども、皆さん何か分かりますか。これみんなはがきなんです。あちらに、郵便ポストがありまして、それともう一つ、皆さん観光地に行ったら記念硬貨があるかと思うんですけども、こちらにも記念硬貨があります。こちらにお金を入れます。それで、だんだん硬くなってきますんで、これをずっと、見てください。これね、お金を入れた後にまた回していただいて、ずっと回していくと、だんだん重くなっていきますんで、そうするとこれが出てきます。なので皆さん、ここに遊びに来た記念に、必ず一つ作ってみてくださいね。